この時期だからって守りに入った人と、この時期だからこそって言って攻めに入った人たちとの結果って、初め打ち合わせってなった時にマルタって言われて、まずどこから入ったんですけど、移動時間調べてマジかと思ったんですよ。その往復で30時間ぐらいかかるっていうふうに言われて、でもいざ来てみたら、やっぱおそらく学さんに言われなければマルタ島に来ることは一生なかったと思いますし、僕も、このコロナじゃなかったら、多分マルタ知らないまま一生終えてたんじゃないのかなって思ってるんだよ。この機会があったから僕はマルタに来れて、でしかもマルタの文化に触れて、でまあ本当だったらもっと人多いんだろうなって、ヨーロッパ中の人たちが集まる街だから大変なんだろうなって。ただ今静かなマルタを満喫できてるから、これはこれでありなのかなっていうふうにも思ってるし、なんて言ったらいいのかな、結局さ、人生って考えようというか、悪いように考えたら悪いようになるし、いいように考えたらいいようになっていくし、僕は今回のことって悪いことばっかじゃないなって思ってて、自分がここに来るきっかけになったのは間違いなくこの状況だからであって、結構感動してんだよね。いや、そうですよね。これがなかったら一生ここを知らずに終わってたんだなっていうのが初日から思って。そうだよね。なんかこうちょっとジブリの世界あるじゃないですか、マジかと、これを知らずのまま行くところだったのか。そう、同じこと僕も思ってたから。そうだから、じゃしかもさ、もう今まあ洋平も知ってる通り、僕はその世界中、まあ、南アメリカとアフリカを省くほとんどの国は行ってて、350都市ぐらい回ってんだよね。でヨーロッパに昔から住みたくて、いろんな場所に行って、でいろんなところを歩いて生活してみようってトライしてってやってるんだけど、やっぱり気候の問題、食事の問題がやっぱ一番ネックで、ヨーロッパもう無理かなって諦めかけてたというか、もうほぼ回ったしなって思ってて、でしかもそのクアラルンプールに自分がもう住居構えて8年になるわけで、その8年経って、いやもうこの KL 以上に過ごしやすい街はもうないって思ってる中でここに出会ったから、なおさら感動がすごいあって、その夏にここで過ごしたいかって言われるとちょっと僕には暑すぎるんだけど、春先、夏に入る前と夏が終わってから冬に入るまでの間、ここに半分生活してもありなのかなって思えるような環境がここにはあるから、もちろんいいことばっかりじゃないんだけども、素敵なものが多い。まず人が結構ちょっとヨーロッパの中でも優しさだったりとか、ずっとみんな冗談言ってたりするじゃないですか。そう、本当ずっと冗談言ってるし、ずっと喋ってるし、みんなこんなに陽気なんだっていうのに、こうなんかヨーロッパの人って結構ツンケンしてるところは多いじゃないですか、まあ、フランスしかりドイツしかり。まあ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 、ただそのほら地中海系の人たちとか、あの国会周りの人たちとかっていうのはやっぱりみんなパーティー好きが多くて、で特に地中海に面してる人たちってやっぱ陽気な人が多いから、そういう意味で、あ、やっぱり
ここもそういう意味でのその沿岸部だからあるそのなんていうのかな、うん、気持ちの余裕さというか、そうですね、余裕がある感じしますね、うん、まあ南米とかも一部そうですけど、すごい陽気で冗談言って、でもサービスもいい加減っていうところって多いじゃないですか。サービスちゃんとした上でただ陽気で冗談も言うみたいな。そうなんだよね、うん、サービスのレベルが結構クオリティが高くて、そうそう、まあ正直9割以上の日本食は終わってるんだけど、でも炒めしすごい美味しかったり、中華のレベルが高かったりすると、なんかまたなんかこうビジネスチャンスっていうかビジネスが見えてきて、こういうの作ったらここいけるかなとか、なんかそういう発想がこう出てくるのがやっぱ嬉しくて、生きてる間に刺激ってどんどん慣れてきちゃうからさ、だから刺激がなくなった時点でもうほとんど生きてる意味ってないんじゃないかなって思うことが多くてね、だから刺激に慣れたくないっていう自分はいるんだけど、人間ってやっぱり慣れてしまう生き物で、どん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 いろんな刺激に慣れすぎてしまって感動がなくなってしまうというか、だけどマルタに来て久しぶりになんか自分の中でわーってこう出てくるものがあって、ああ来てよかったなってそう思えているのが幸せだし、もうそれはすごい感じましたね。なんか最近なんとなくコロナ期の収穫みたいなことを考えるんですけど、まあ、初めのそれこそ3月4月とか飲食店がいっぱいやってるので、これマジでやばいんじゃないかみたいな状況からの、いやまあでも絶対こういうふうにやって逆にプラスにしてこうみたいにやってった中で、今なんか逆に収穫期というかコロナのせいでからおかげでに変わっていくことがいっぱいできてきたなって、そうなんかマルタに来れたっていうことも、逆にコロナの時期じゃなくて学さん忙しくてそもそもそんな海外でゆっくりご一緒する時間がないとかってなってたら、自分からは多分マルタで行こうとは思ってなかったと思うので、これもすごい大きい一つだし、うん、結局ね同じ状況でポジティブに考えれるかネガティブに捉えるかっていうのはその人のレベルによるっていうか実力だと僕は思うんだよ。例えばコロナで仕事がなくなった、コロナで仕事がうまくいかなくなった、例えば飲食店でもコロナで客の入りが悪くなったっていう一面は現実としてはあるんだけど、それはみんな同じなんだよね。そうですよね、みんな同じだけど、まあ、僕のそのグループで飲食系のそのグループがあって、その彼らと話をしている中で、コロナになってから勝ち組と負け組がはっきりするようになってしまって、負け組の方たちはまあ店を閉店せざるを得ない状況になってしまった。で通年に比べて要はお店を閉める数が異常に多い。ところが、この時期だからこそやらなければいけない、前に進まなきゃいけない、自分たちで何をやらなきゃいけないかって考えて行動した人たちは、最初の3ヶ月、4ヶ月、めちゃくちゃきつかったんだけど、それを経て出てきた結果が、売り上げがめちゃくちゃ上がって、で、しかも、事業拡大するのに今までは物件を探すのも店舗を探すのも出てくる店舗なんかほとんどなかったのに、今は面白いぐらい店舗が取れるから、そう、今までは頭下げても全然出てこなかった店舗が手に入る。そうで、これってコロナじゃなかったら出てこないことであって、でそう考えると、この時期だからって守りに入った人と、この時期だからこそって言って攻めに入った人たちとの結果って、この一年が大きくその人たちの人生を分けたことに僕はなってると思うし、
それはやっぱうちも一緒なんだよね。だからうちはよくこれうちのグループの連中と話するんだけど、特に芸能の世界でも同じことがやっぱ起きてて、そうで、その芸能のな、まあうちの会社の連中と話をするんだけど、僕はコロナになってまずライブが中止になって、でいつ再開するかわからない、それは今も目処が立ってない、じゃあどうするのかっていうタイミングで、じゃあ動画配信だったりとかストリーミングに移行する流れをとって、で自分たちがステージに立てない間、例えばそのダンサーだったりスタッフだったりが編集技術を覚えて、自分たちで編集をして自分たちで動画を上げるっていう流れまで持っていこうっていうので、最初の4ヶ月ぐらい本当にアホほど忙しくて、うん、だけどそれがその4ヶ月間や5ヶ月間の間でいろんな人たちと出会って、でいろんな人たちとやり取りをする中で凄まじく忙しかったんだよね。3、4、5、6、7かな。3月から4月までがもう本当に忙しくて、で本来コロナだから忙しくないはずなのにってみんな言うんだけど、僕らめちゃくちゃ忙しくて、やらなきゃいけないことが多かったから、で結果今 YouTube とかもそうなんだけど、確か1月か2月ぐらいから始めたと思うんだよ、今年の。そう。で、始めて、スタートして、で、その間ツアー中だったから、ほとんど動画もアップできないような状況だったんだけど、3月から加速的に動画をアップするようになって、で、編集も自分たちでやるようになって、自分たちのグループで、外注じゃなくてね、自分たちのグループでやるようになってってことを組み上げて、その LINE を作ってっていうのに、まあ3ヶ月ぐらいかかったんだけど、それを必死になってやって、今結果、1月にスタートして本格的に動き出したのが3月。5、6、7、8、9、10月か。6ヶ月か。6ヶ月で、今登録者が75万人まで増えて、っていうところまで持っていけたんだよね。もちろんそれは僕だけの力じゃない。うちに関わる連中が僕がやるって決めた時にみんなが同時にやっぱ動いてくれたからこうできたことだと思うし、でもこれをやらなかった人たち、何も待ってた人たち、もうコロナが落ち着くまではとりあえず生還しようってやってた人たちを何も得るものがなくて、しかもまだ何も始まらないっていう状況で、いつになったら始まるのかって不安しか多分残んないと思うんだよ。で、僕らはここからアドオンできていくから、例えば YouTube にしてもそうだし、例えば僕はこのコロナのタイミングで17を始めたんだよね。で、17は350万人までフォロワーが増えたんだよ。で、その17のフォロワーは350万人っていうのは日本で今トップなんだけど、そこまで行ったのも結局その会社の方針としてこういうふうにやっていこうって決めて、バッて動き出していろんなことをやりだしたからなんだけど、それがなかったら多分こうならな、なってなかったと僕は思うんだよ。にしても早かったですよね。バババってもう出るスピードとか。そうだね。まあ、あの同じメンバーでやってるわけですもんね。それ用の人を入れてではなくて、違う、その元々のチームの人でやってるわけです、ね、そう。そう考えたら、そのコロナだからっていうのを言い訳にするのか理由にするのかによって結果って違うし、それは今からでも遅くないし、
Thanks so much for coming. Please go home safely. Don't forget to always walk on the wild side.